こんばんは。卵ありがとう。イースター、こんばんは。結婚して。結婚して、なにこれ、ピカピカ、うわーめっちゃ怖い。あ、ウサギ歩いてった。ありがとうウサギ。今日は猫。結婚してくれるんですか、だって会いに来てください。じゃあ今日猫の服、ここも猫。皆さんいっぱいギフトありがとうございます。生誕外れた、生誕祭あるんです。そう、いつだったっけ、10日ですね。この子はルルちゃん、あ、名前書いてなかった。ルルティっていうらしい。かわいい、ありがとう。猫です。今日はミオタンとラジオをしてきたので、関係ないんですけど、猫。ミオタンとラジオしてきまして、でずっともう本当にうわーってなってて、ショールームをやるメンタルがなかったので、やっと選抜発表がされたのでやりました。配信をようやくできました。ラジオいつだったっけ、多分火曜日です。金霊さんのお話したので火曜日か木曜日なんですけど、多分火曜日、順番的に多分火曜日って。ハートありがとう。流れ星いっぱい。あとさ、なんかさ、普通にさ、ちょっとさ、みんなにさ言いたいことあるんだけどさ、いいですか？言いたいことあるんですけど、いいですか？これはちょっとずっと前から思ってたことなんですけど、ちゃんと聞きたいというか言いたいことなんですけど、私春コン前に髪の毛を染めたんですけど、黒く、誰にも気づかれなかった、ファンの人に。やばくない？これほんとどうかと思うんですけど知らん、やばくない？なんかあんまり最新の画像を送らなかったっていうのもあるけど、本当に気づいてもらえなくて、黒っていうか思ったより黒くなっただけ、ちょっと抜けてきました。だからもうちょっと何にも触れられなくてびっくりした。わ、卵いっぱいありがとう。本当に良くないです。皆さん気づいて、見た目何？君は希望の光、ありがとう。それだけそれだけ言おうと思った、それだけ。でも結構色抜けてたからさ、気づくかなって思ったけど、あんまり、まあ確かに普通にあれですよね、あんまり配信もしてなかったしメールも昔の写真ばっかだったから
とかなくても仕方がない。あ、私、あ、なんかさ、そう MV とか言われた、あのなんか髪黒くしたからさ、ちょっといろいろさ憶測が飛んでたんだけど、あの全然あのライブでカメコがあるってことなので、ちょっと憧れのひーちゃんに少しでも近づこうと思って髪を黒くしました。暗くした、本当はグレージュにしたかったんだけど、ちょっとなんかやっぱりいつもグレージュにしても光当たると茶色になるから、ちょっとなんか黒っぽい色に染めてもらったんですけど、ちょっと青系が入ってたからちょっと似合わなくて失敗しちゃったんですけど、失敗してしまった。写真集買います、もちろん。でもはあの把握してない発売日、そう聞いて、みんな私の推しメンが写真集出すんです、買うよね。みんなは私が写真集出ないので、まあオンラインのイベントだったり、これからトーク会とか握手会、握手会かが始まるので、まあまあそこではい来てください。写真集の代わりね。だってさ、MV 見ました、そう MV 見て、本当に話ついていけないと思うんですけど、のみーちゃんなんですけど、このひーちゃんひーちゃんって言ってるのみーちゃんなんですけど、ひーちゃんが MV で前髪を上げてたんです。かわいいと思って、何でも似合うので私も、そうあの張り込んだおでこをあげようかなと思ったんですけど、ひーちゃんがライブ限定って言ってたから、あ、私もうやめようと思って、カメコあるしやめようと思って、めっちゃ可愛かった。でもみんなは流れないでくださいなんか私がのゆみちゃん好きって言い始めてから、すごいファンの人がすごいのゆみちゃん流れ始めて、あ、ダンスやばすぎてあげた。最近ひーちゃんの配信も見れてない、もう見れないぐらい結構精神的に追い込まれましてだからもううわーってなってたけど、見れるようになりました。そう、みんなねぬいみちゃんにはまりすぎなんです。私の影響か普通にやっぱ魅力があるからか。でも私のファンの人は結構菅波美玲ちゃん好きな人が多いですね。本当に菅波美玲ちゃんのファンの方が多い。私は全員好きなんですけど、ひーちゃんが好きです。メール送りまくってました、ありがとう。だからみんなのメールの返信を見てまた泣くっていう、1日に3回以上は泣いてったここ数日やばいよね。あ、でもいろんな推しがいるんですね。確かに菅波美玲ちゃんと私はスタイルが似てる気がする。いやでも全通も行こうと思います。私もお仕事の合間に行けたら、前回行けなかったの。こんばんは。そうだから私は、だからあわよくばのいみーちゃんのファンの方が興味を持ってもらえないかなと思って。でも SK 一筋なのはすごい思った。最高かよとかやってる時にやっぱり知らない方もいるじゃん、他のグループ。いや SK のファンの人って SK の曲ばっか聴いてるだなって、いい意味でだから一途なんだなと思いました。クマありがとう。今着てるの猫だけど、
これミリニャさんのブランドのやつ。可愛くね猫。こんばんは。そう、あんまりさ、のゆみちゃんのお話をできる人がいなくて、イコラブさんは結構いるのね。だからのゆみちゃんの話しましょう。ラブリン入試ですなんて、ありがとう。そう、そう、最高かよは聞いといた方がいいです。あ、全身猫だよ。靴下も猫。でもちょっと汚いから見せられない。ハチワレちゃん、対抗会楽しかった。SK のファンってマジで SK だよね。それはすごく私が SK に入って感じました。私は全部のグループ好きだったけど、結婚して答えないっていう。そう、私カラオケ配信でよく歌ってたから私のファンの人は知ってたと思う。ファイブオーワイパーはその最高からの匂しでした。ミーナさんのブランドでもね、カーディガンはマジ大きめだから誰でも着れる、男の人でも着れるよ。今売ってんのかな、お揃いにしようよ。ネイビー買えなかった。ネイビーだけが速乾だった。これ白売ってたから買いました。 STU さんや HKT さん、坂本美乃ちゃん可愛いって思います。STU さんはマジで全員清楚系だよね。でもやっぱ舞ちゃんが可愛いかな。最高かよ、ほんと最高でした。ちいかわの福岡のお土産買ったん、嬉しい。受け取れたら受け取ります。その経緯、はちわれ、私はちいかわ、し、あ、うさちゃん見逃してた、ありがとう。イースターもありがとう。東京の春コンでも最高回してくれますか。来てのお楽しみなのでてください。HKT や兼任席、確かに。でも最高回の時期は兼任なかった、終わった気がする。控えめ選ぶよとかカノンさん出てたよ。あとHKT さん結構 SK と縁あるよね。なんか制服の目公演出てたりしてたから、お引越しで。舞ちゃん可愛いよね。やばい、こんにちは。彼はエメラルド懐かしかった。確かにあんまり聞かない人からしたらね、 SKE に曲。そう、私その時からやっぱ SKT さんすごい好きだったからさ、覚えてる。参考会のセンターはスタッフさんが選んでくれ、選んでくれたっぽいけど、たまたまだったのかな、聞けばよかった。後組んでくれたの。こんばんは。なあ、でも私が HKT さんすごい好きだったから嬉しかったです。当て込んでいただけて。
しかも一人一回センターみたいな感じだったから、なんかありがたい、最近のご時世優しいなって全員スポットライトを当てる機会をくださるって。あとしかもなんか見たんですよ、なんかチーム S とチーム E のやつも見たんだけども、なんかすごかったですね、個々のそれぞれのチームの色が出てて、すごい良かったです。楽しそうだった全部最高でした。思い出以上楽しかった、楽しかったは嘘だけど、嘘じゃない、ん、楽しかった、やれて嬉しかった、やってみたいとは思ってたけどまさかやる日が来るとは思わなかった。ダンス面のイメージだったから、まだ東京のやつ買えるのでぜひ。ピオちゃんありがとう、え、嬉しい、私のお写真撮ってください、皆さん、カメ子さん、私はダンス目じゃないわ、今の言い方ひーちゃんにちょっと本当どこだ。でも最近鈴木ひとみちゃんを接種してないのでわからない。ねえ、のいみーちゃん曲やりたい、私がアイドルをやめて社員になったらスキーのメンバーにやらせようと思いますなかなかないよね、イコラブさんの曲とかだったらあるかもしれないけど難しそう、指原さんに許可取らないといけないってわけじゃん、多分やっぱあるよね、レーベルの関係みたいな やりたい、え、社員として残ってくる、いや多分残らないやりたい、てか会いに行きたいんですね、あのお仕事一緒になりたい、ライブとかで、ライブね、ご一緒したいです、1回しかないんだなあ、でもイコノエジョイコンプしました、この間でニアジョイちゃんともライブで会ったわけじゃないけど同じ会場のステージで立てたので、ニアジョイちゃんの時はちょうど声出しをしてて全然見れなかったんだけど、でも最初らへん見てマジグッジョブでした。そう、イコラブさん、のゆみちゃん、にやじゅうちゃんって全部会えたの、オタ活してます、にやじゅうちゃんに推しはまだ定まってないんですけど、多分私の好み分かると思うね、みんな、でもなんか3人いる気になる子がなんかみんなの気持ちがすごく分かる、だからハートありがとう、3人いるの、でもやっぱ無理に決めることはないじゃないですか、だから私は視野を広くいこうと思います、でものゆみちゃんはひーちゃんだけなので、あのオンライン再鑑があるんですよ、 SK と一緒で申し込むか迷っ
って踏みとどまりました。なんかちょうどあれなの、トーク会の日で神フレシャチフレのだから名前呼ばれてもなんか録画できないなと思って、しちゃダメなんだけど本当だからみんな代わりに私のサイン会当ててください代わりに私のサイン会を当ててください皆さん。リツイートでもしときますね。はい、これで当ててください。もう一時販売なんて当たるに越したことないんですよ。あと手形買いはノイミーちゃん、イコラブさん、ニアジョイちゃんにはありません。今回は黄金です。バン、やってください。赤よりかは怖さはなくなると思います。まあ迷ってたらぜひ。100当たるわけじゃないのだよね、きっと。次は銀かもしれない。当ててください。抽選箱も抽選すごい楽しかったからみんな当ててください。髪型冒険してない気がする。今回は何の衣装の時のやつだろう。してるかも。お写真はあの時です。え、記憶が正しければもう撮り終えてる。あの衣装です。内緒です。買ってからのお楽しみ教えないよ。ゲットしてくれなかったら教えないからね。ケチだから私は。みんなそうやってちょっと楽して衣装を知ろうと思うんですけれども、そこはちょっと内緒でいきたいと思います。でも何これってなるかもしれないでも髪型はもう本当に申し訳ないんですけど、またちょっと冒険してしまって、なんか普通の髪型の時にグッズにならないよね。私なんか遊んじゃうんです、髪型で。よく定まってない、私といえばこの髪型みたいなのがないので、ちょっと定まらないから、いつもなんか適当に今日はこんな感じって決めてくけど、卵ありがとう。あ、でもよく公園とかではよくする髪型です。ピカピカありがとう。完売地と、でも抽選会は抽選、そもそもこのね抽選に当たればゲットできるので外れなしなので、私が引くのみなので当ててください。欲しいものを頑張ってお祈りしてください。何がもらえるんだろう。なんか頑張っちゃったよね。またもしかしてポスターありますか。あ、やばい、ログイン、あ、あった、ポスター、サイン&ニックネーム入り、直筆サイン&ニックネーム入りチェキ、あ、チェキ提出しなきゃ
長方形缶バッジ、写真&サイン入り、ミニサイン、それあ色紙か、卵ありがとう。チェキどれの何のやつにしよう、チェキ、チェキは30個ってことは30枚いるのか、写真か、何の一種のチェキが欲しいですか、じゃあ何が欲しいですか、まだ載せてない写真だったらいける気がする。まあまあまあ参考にしたいと思います。この前来たんですけど、いつも公園で来てるからって言ってあんまり写真撮ってなくて、確かに新公園の衣装は欲しいですよね。わかりました参考にします。まあ結局決めるのは自分なんですけど決めるのは自分なんですけどね、結局ね。わかった、みんなが求めてるのはわかります。あ、写真保存してます、ライブの写真。感謝。16人いる中で私をわざわざピックアップして写真撮ってくれるんでしょ、嬉しい、ありがとう。ゲットしてます、いっぱい載せたいんだけどさ、写真を逆に厳選できなくて。7割ぐらいラブリーでした、嬉しい、ありがとう。生誕くじの写真集撮影済みでございます。中身どんな写真にしたかな、前回自分が提出、なんか前回も生誕くじで写真撮ったんですけど、写真集ができ、写真集っていうかフォトブックが出来上がって、サインと宛名とメッセージ書いて お送りしたんですけど、そのそれがなんか中身をちゃんと見てなくて、でこっち分保存用のフォトブックがなくて、なんかもらえると思ってたから勝手にね、初めて生誕だったからもらえなかったから、何の写真使ったか全然覚えてなくてびっくりした。だから本当に私も中身を知らない写真集の出来上がりなので、前回は本当にレアです。今回は何の写真をやったか、あ、そうです、もらえなかった。写真集ってなんか作るの高いからね、見てほしいみんなに。え、これさ、ラビットのさピンバッジゲットしてくれた人ネタバレされたら嫌だ、どんな感じか。めっちゃみんな当たってます、当たりました、逆に何当たったの、生誕くじ配信してなさすぎてみんなに聞きたいこといっぱいあるの。まだステッカーとかも提出してなくて、
ラビットはこんな感じ。可愛いでしょ。これをつけてきてほしいの、イベントで。どれくらいの大きさだろう。こんぐらい。当たんなかった？当てて。ちょっと愛足りないんじゃない？これは自分のも作った、1個2つ多めに作った。お手紙とかもゆっくり書きます。綿詰めしました、ちゃんと。綿も詰め終わったからもう完成。1個目のね、試作品の顔がブサイクすぎてやばかったんだけど、どこへ行ったかな。顔が歪んでんの。どっか行っちゃった。歪み具合が分かんないけど、これいっぱいあるって。でちょっとなんかやっぱ手作りだから後ろの金具の部分が取れちゃったらちょっと自分で直してくださいねってお願いします。つけてきてね。オリジナルステッカー1個だったから6回もやってくれたら足りてるよね、さすがに。ステッカーはなんかまだ大人のなんか何制作してくださる方に提出をしてないから、早くしろよって感じなんだけど、してないからなんか通るか分かんないんだけど、3パターン用意してます。全部裏に、スマホの裏にやってくれたらありがたいなと思って。ポンポンポンって。でも大きさ分かんないからね。こんばんは。生誕くじもたくさんの方がやってくださってたみたいでびっくりでした。ありがたき。で生誕グッズ、違う、生誕祭はピンクと白のサイリウムを振っていただけたら嬉しいです。推しじゃなくても。なんかミオタの生誕が綺麗に緑黄緑だったから、なんかすごい愛されてるなって思ったので、ぜひ。スピーチ考えれないタイプ。もう毎年考えてないです。でも私まだ6年目、言うて5回過去に生誕祭があったとして、確かに3回しかやってないの私まだ。コロナと1回目の生誕がもう K2 だった。研究生の時に経験しなくて生誕祭を、だからまだ3回目とかなんです。未だになれない。でもなんかそれで初めて来る方もいるじゃん。やっぱ生誕とか関係なしに普通の公演だと思って申し込んで、あ、生誕だったみたいな人いっぱいいるじゃん。そういう人もいるんですけど、てくれますようにって願ってます。ヨタンの時すごかった。すごい綺麗に緑、雑草が生えておりました。スピーチ楽しみにしてる。
やばい、話すことないんだよね。話すことないわけじゃないけど、ごめんなさい、あります、あるんだけど、誤解を選んだ、誤解を学んだ、誤解を生んだ、あるんですけど、あのね、あそこに立つと言葉が出てこなくなるし、あそこに立つとあのあれなんですよ、なんか人に囲まれてるから泣いてしまう、あの泣きたくなくても、泣く話じゃなくても人に囲まれると泣いちゃう。これなんかアイドル経験したこと、アイドル経験した人じゃないと分かんないと思うんですけど、なんか人に注目されてるって思うと、なんか全然泣ける話してなくても泣けてくる。女優になれるかもしれない、本当に。あのだってなんか、なんか2回目の生誕祭はゆうさんが手紙読んでるだけ泣いてた。別に泣くような内容の時からじゃなかったのに、なんか人に注目されるとで泣けてくる。だからでも普通に発表会とかで泣くとかじゃなくて、なんか泣いちゃうんだよね。すごいおかしいよね本当に。でもそれを理解してくれる人がいるんですよ、メンバーに。あんまり言われたくないかもしれないから言わないけど、メンバーの名前を。それを話したら、え、私もって言ってたから、あ、意外といるんだと思って。でもちょっとは考えてた方がいいよね。なんかさ、わかんないんだよね、何があったか振り返ってみないとわからない。あ、ピヨピヨありがとう。違う、名前出てない、まだ。いや、やめます、やめなさい、みんな。カングルの、探るの、カングルは違うか、探っちゃダメよ。え、何があったっけな。うーん、去年の誕生日カレンダーを見ると、3月から、みんななんかまとめてほしい。あの、なんか何でもいいから、 DM とかでもいいから、ちょっと何があったかとか、年表みたいな。ちょっとまとめていただいていいですか。なんか思い出せなくて、何があった。あ、ドライグ、これドライグ、やだ、なんかすごいさ、私のカレンダーを見るとなんか中止になった、コロナとかで中止になったお仕事も消さずになんか注意マークとかで書いて、まあ、こんなお仕事があったけどなくなってしまいましたよみたいなのを書いてあるんだけど、注意マークに黒フェスって書いてある。懐かしい、そういえば出る予定だったなって。私が流行りの病にかかってしまったので出れなくなったクロフェスとかビスの撮影とか、めっちゃ公演やってます。5月、1週間に3回やってる。やばいね、クロフェスありました。でも去年の6月はまだトーク会2部です。2部でも完売しなかったですけどね。いい。でもあんまり何もしないかも。え、私の去年はあれですか、 MV14 周年の、全然思い出せない。こんなこと言ってさ、
財布しない私。あのカレンダーを見て焦りました。ちょっと年表ください。トーク会じゃなくてあの生誕祭で話す何があったかなって振り返りたいんだけど、カレンダー見ても何も出てこなかった。次4部制であといいですね。もう一歩近づけるので夢に今来た。今後我々は何をすればいいですか。え、オンラインのイベントに参加していただいたり会いに来てくださったら嬉しいです。あの本当にショールームのタワーとかダメだからね。本当会いに来てくれないと。ああれですね、あの握手会のシミュレーションしようと思うんですけど、私の握手会はこうじゃありません。知ってますか、こうじゃない。こっちが私でこっちがファンの人だったらこうじゃないんです。知ってますか、こうじゃないんです。いなのでこれさ、どっちの方が戦略になるの。ねえねえみんな教えて、どっちが戦略、言った方がいい、先に言わなくて来てもらう方がいい、教えてみんな。でも私も恥ずかしい、これやるの久々すぎて。助けて、どっちなんだろう。こっそり教えてほしい、やばい。初めてですよね、初めての人もいっぱいいるの、やばいよね。この6年目にして初めての人がいっぱいいるのがちょっといいことだと思う。あ、言ってくれた方がの人も多いけど言わないのもいる。言ってくれたら行くかも、言わなくても来て。タコちゃん来ちゃった、ありがとう。でも本当に驚かれて握手しずに帰っちゃった人とかいっぱいいたんだよね、正直。触れずに、会話だけして触れずに、え、こうだからって言って、こうじゃないの、あ、違う、こうだよって言って、こうじゃないの、って流れてったこと結構あるんですよ。やばいよね、みんなも緊張してさ、臨機応変にできなくて、こっちもさ、なんか我強しみたいな、え、こうしてっていう勢いが強すぎて気づかない。でもなんか逆にみんなにも合わせるので、このやり方ちょっと嫌だって思ったら言ってください。その方だけ違うやり方をするんですけど、私はこうじゃなくてこうです。だから私はこうやって待ってる。だけどファンの人はこうやって来るからって、でも待ってってやられてるのかなってファンの人は思ったらしくて、こうやって言ってんのに、はいって言ってんのに。じゃなくてハローって言ってこう。でも私の手は骨骨しいので決して柔らかい手ではないです。こう、あと最初らへん鍵開けとかの方がいい匂いお手手につくってファンの人に言われました。
確かに今回の握手会それいいのかな。確かにダメって言われたら普通にこうなります。それはご了承ください。ダメだよ、手袋取ってかないんだよね。私のファンの人が手袋するのかな、多分素手じゃないんだけど、でも頑張って匂いが移るように頑張ります。私も試行錯誤します。あのその握り方やめてくださいって言われたらちょっと変えます。ファンがビニール、じゃあそのビニール手袋に匂いをつける。ほんで他のところに行ったらダメですねってなります。でもあの私最近あのね、トーク会になってから香水をしないっていうおサボりをし始めてるので、ちょっと女子力が極められるいい機会だなって思う。でもさ、ずっとこれ話してたんだけどさ、私がメンバー側がビニール手袋をつけるとするじゃん、歌ったってやる人いそうだよねっていう話してた。なんか最初らへん紙フラでさ手袋つけてさ名刺を渡し返してたの。でもなんかファンの人とかさふざけてさ手袋持ってくんじゃないかっていう話思ってた。すいません、取られましたって。よくないです、やったらいけないです。でもなんかそういうのあったらおもろいよねって思ってた。でも私がこの人できんでってそうだよ、みんなが悪者になるだけ。でも逆にみんながビニール手袋つけるなら私がビニール手袋奪うこともできるので、私もできるので、それはみんなの手袋を奪うこともできます。まあ取らないんですけど、さすがにね、みんなの手袋はね、言ってもなんですが興味ないですからね。みんなの優しい気持ちと愛情は嬉しいけど、そのみんなの手袋はねいらないので。でもちょっとお話できるのは嬉しいですね、みんなとまたのんびりと。ぜひ会いに来てください。劇場公演でも来てください、何でもいいから来てほしい。写真とか動画より生の方がいいですからね。ちょっとなんかまだ個別でトーク会行くのちょっとあれだなみたいな人もいると思うので、あの普通に公演とかでも来てほしい。他のアイドルさんってやっぱりコンサートがないと会えないことが多いと思うんですけどね、このご時世でも。 SKE はいっぱいイベントがあるから。顔公演少ないよね、わかる。しかも生誕続きだし、キッズはその時は来て来て来て公演。あー私あれだもん、この前公演にいましたよねはよく言いますね。初めましてって言われて、初めてじゃないって言って困らせちゃうことよくあるんです。
当たりました、おめでとう。振ってください、ピンクと白。そう、シャチフラもあるのにいっぱい来てくれる。公園よく来てくださる方は覚えます。お見送りとかでよく見る人とか、あ、前も来てたからなんか会った記憶になっちゃうんです。だからいたよねって言われて、初めてじゃないのに初めてって言われたみたいな初めてなのに初めてじゃないって言われたとかよく聞くんですけど、公園で見てるからですね。ショールームの名前名乗った方がいい？はい、お願いします。メールの返信の名前とか、お願いします。人と道を覚えるのは得意です。あ、ゆずさんの投稿いいね。3番目、本当にこれ3番目、結構投稿のいいねするの遅れたんだけど今。いつもゆずさんの投稿、ゆずさんのファンの人といいねのやつ競ってるこんばんは、習ったことある、あったかな。え、でもなんとなく分かるんだよね。すぐ覚えちゃう一応名前書いて返信してるけど、あ、でも書かなくてもみんなの名前見えるけど、でも書いてたら名前見なくても分かるから覚えれる。ピオちゃんありがとう、卵のピオちゃん。治ったことはないです。本当に？覚えちゃった。でもグループトークとかで来てくださる方も覚えちゃうかも。タコありがとう。タコちゃん。サイン会もいっぱいメッセージ書くので、でも今回からダメってなったらダメだけど、さすがにいいと思うから書きますので。それもまた受け取ってください。ちょっとしゃべかったら踏んでくれますかあり、でもあるかどうかわかんないもんね、まだ。わしも知らないんだよね、グループトーク会もわかんなくて。まだグループトーク会に限ったらやっぱファンの人と同じタイミングで知るんですよ、いつも。そう、シャチフラの時はサインしかダメだったんですよ、まあ、時間があれだったから。だからエスキーのやつはメッセージかけるからみんな受け取ってください。書いていいよだったらいっぱい書く。前回はコメダで書きました。コメダ行ってココア飲みながら書いた。お持ち帰りできるんですけど、でもまあ厳重な管理しないといけないから、やっぱりみんなのお名前とあのサインが書いてある写真だから、ちゃんと丁寧に持ち運んで書きました。ちゃんと飲み物とか水滴がつくものは
ピッてやって書きました。あとなんかあの結構書くときにちゃんとツイッターとかも結構調べながら書くので、初めての人でもツイッター漁って、あこの人かなみたいな感じで書くので、初めてのサインでも安心してください。いっぱい調べて、自分なりに調べて書きます。ファンレターくれたことがあるとかを記憶をたどりつつやります。これをやっております。やった、申し込まなきゃだって、やったほとんどツイートしなくても見つけちゃう。してます。だから覚えれるの、みんなの顔と名前とか。お手紙は読みます。え、生徒生当たった、嬉しい、楽しみ。うさちゃんありがとう、かわいいこのうさぎそうそう、みんなの名前で検索してる、逆にエゴサしてるみんなのこと。え、抽選会嬉しい、抽選会やりましょう抽選会やりましょう。みんな手形 いらないって言わないでね、今回金バージョンだからね、金は持ってないでしょみんな金は持ってないでしょ、いるよね、いるよね、金、金の手形欲しいでしょ。サインを申し込むよ、ありがとう。だ2枚当たったらこう来るかもしんないし、こうのこうかもしんないじゃん。ちょっといろいろ楽しいんです、やってる方も金、手が金なのかな、いつもお手手真っ赤っかになってた。その後に美容院とか行ったりして手赤くてどうしたんですかってなるから、今回は金なので安全です。マジでセールスマンみたいなことしか言ってない今日手形は何枚あってもいいですからね、手形はそんなにいらんちゃいますの手形はね、でもなんかすごいいっぱいゲットしてくださる方いるじゃん、なんかどこに置いてんだろうと思いながらやっております、いつもありがたいですよ。でも欲しいって思ってくださってるってことですからね欲しいって思ってくださってるからさ、嬉しいよ。私も、まあ、できればいっぱい欲しいよねみたいな感じかな。抽選会は楽しかったから、みんなあの時の楽しさを思い出して申し込んでいただけたらありがたいです。でもこの後まだ握手会があるみたいだからさ、いつって発表されてたよね、されたっけ、ちょっと覚えてないんですけどそうね、リアルイベントもあるからちょっとお財布とお相談してください。私も最近お金使いすぎてちょっとやばいので、私もあの貯金をするので、皆さんも貯金をしましょう。やばいよね、発売前
なのがあるの、すごくない？イベント、あいつバイオマイ、間違えた、貯金してください、みんな貯金しないと生活が大変だよ、貯金も大事ですからね。みんなってさ本当に仕事頑張ってるよね。え、500円貯金いいですね、いいじゃん500円貯金、私もしてたけどやめたなんか最近の令和なんか新しいさ硬貨のやつをやり始めて、その貯金を、でもそれは4000円ぐらいしか、なんかたまんないやばいよね、あ、サイン外れたらテクトでいいんじゃない、だってうわ、この方の意見を見習いましょう皆さん、でもまだ使ってないの、その4000円ぐらいの500円貯金、なんかでもなかなかさたまんなくて、その500円玉、新しい500円玉がこの前でも仕方なく使っちゃったんですよ、使わないといけなくて、1000円1万円札か500円玉かって思って、なんか生々しいアイドルがお財布見てんの、500円玉なかった、使わざるを得ない時は使っちゃったから、ちょっと私もなんか電子マネー決済をしたい、あ、かわいい、ありがとうピヨピヨ、電子マネー決済にしたいと思います、荷物を減らす軍隊を作りたいと思います、違うの、新しい500円玉がいいの、すいません新しい500円玉ありますかって聞けばいい店員さんにピーピー、いいな、みんなキャッシュレスなんだね、私もみんな見習わないといけない、なんかユニバとかさ、あのディズニー行った時にお財布を入れてるとカバンがちっちゃいので収まらないってことに気づいて、最近でマナカにチャージしていこうと思ったらなんかマナカ使えないらしくて、そろそろ私もペイペイとか始めないといけないなと思いました、でも私クレカは使わないので、あのネットでお買い物するときしか使わないから、ちょっと持ち歩かないようにしてて、クレカは偉くない、そこに関しては、わ、みんなにペイペイの良さをフリマね、ポイント貯まるのでかいよね、元気、私も元気ペイペイって言われたら振り返ってしまう、コンビニで働いたら大変やな、最近お財布を変えたんですけど、高校生の時に買ったお財布が
急に愛着が湧いちゃって変えられないくて、今まだちょっとボロボロだけど使ってる。クレカは使わないです。ポイント貯まるからいいよね、電子決済。スマホに入れれるの？やだ、みんな良くない。私がそうやってどこでも使える電子決済を使い始めたら、もう私はダメな人間になっちゃう。まあいつか使いたい。24歳ぐらいになったら使おうかな。煽られた、隠れてらって。そうなんですよね、ポイントでもお買い物できるもんね今時。あと2年後絶対使い始めるよね、結局周りに流されて。いっぱいありがとう。あ、なんか「そろそろ失礼します」って来てた。私もそろそろ失礼します。1時間ぐらいおしゃべりしたので、最近早くお風呂に入るように頑張ってるので今日も早く入ろうと思います。みんなお金貯めなさいね、ちゃんと私と一緒に。あの、貯金しましょう。長く使い続けと財布、高2から使ってるかも。変えた方がいい。お気に入りなの、もうこの形売ってないの。売ってるけどさ、これが古い形らしい、この並びが。新しいお財布買ったけど、なんか急にさ、買ってさ、買ってからさ、なんか愛着湧いてきて、横が汚いんだ、あんま見せたくないけど。変えた方がいい？これ大好き。ミュウミュウ好きなの。変えよっかな。まだ迷ってる。急に嫌になっちゃう。優しい人は行かなくていい。でもお金の心配してくれてる人は買いなさいって。似たようなやつを買ったの、柄が違うけど色も違う。可愛いよねミュウミュウ。でもミュウミュウ使えるのも年齢的にこの今年買ったやつが最後だなと思ってて。ヴィトンの財布はパパが使ってるんだけど、めっちゃ物持ちいいからおすすめです。私買ってないけど。ほら、もしかして私の足を引っ張ってるのはこのめっちゃ前に買ったお財布のせいかもしれない。ちょっと次のシングルまでにちょっと買えるわ、ちゃんと。もう家にはいるの、新しいお財布は。使えます、気が向いたら。自分にイベントこと誕生日だったよね、やっぱり。次は何だろう、SK の終電とかしかないよね。こんばんは。あ、クリスマスめっちゃ詐欺やん。ミュウミュウはプラダの妹ちゃんです。春がいい。
やっぱ誕生日だったか。好きな周年しかないよ。まあ気が向いたら買えます、みんなに報告します、お財布買えましたって言って、お財布移行しましたって言って、わっしょいってしてください。あれだもんな、お披露目日とかも2月とかだし、もう過ぎてる全部の記念日。またなんかの機会の時にやります。本当に変なことしか喋ってないけど、真面目なお話は生誕祭でお話します、話せたら話したらやります。ありがとう、いっぱい聞いてくれて、見てくれてか。でミオとアントノーニーじゃないよは多分来週の火曜日です。で今日は2匹の猫ちゃん、3匹か靴下をして、3匹の猫ちゃんと配信しました。ありがとうございました。急に多分また鉄菜があるんですけど、鉄菜のこういうのちょっと覚え直ししなきゃいけないので、久々だからちょっと頑張って覚えます。またやります。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。